卒業を迎えたのは今年4月に採用され三重県警察学校に入学した53人で、これまで半年間にわたって警察官として必要な知識や技能を学んできました。式では卒業生一人一人の名前が呼ばれ、卒業生の代表が卒業証書を受け取った後、それぞれに配属の辞令を受けました。そして三重県警察本部の難波雅樹本部長が、悪に対していささかもひるまず地域住民に寄り添う優しさを兼ね備え、警察官としての誇りを持って任務に当たってくださいと訓示しました。そして最後に卒業生を代表し、豊永光巡査が力強く決意を語りました。県民と共に築く安全で安心な三重の実現のため、何事にも全力を尽くして取り組んでいくことをここに誓います。卒業生は今日付で県内の各警察署に配属され、交番勤務に当たります。大変なこともたくさんありましたけど、同期のみんなと協力し合い、時には相談しながら切磋琢磨して乗り越えられてきたと思ってます。本当に人としてやっぱ強くなれましたし、人として正しく行動ができるようになりました。市民の方に寄り添うことや、またその被害に遭った方に心から寄り添える警察官になりたいと思っているので、頑張りたいと思います。私は人を笑顔にすることが大好きなので、県民の方々を笑顔にさせることができるように頑張りたいと思います。